競技会見や実量圏のトレールしない基礎訓練とは、頭数関係なく相手圏を意識したり後追いする悪癖のない、スタートから蜘蛛の巣を開いた状態、つまり蜘蛛の子を散らしたような自主性を持った独自の走りに例えられる大切な訓練です。Huh.